ジェラルド。ゲストの皆様こんばんは、小田健です。はい、なんかロブロックスなんですが、たけしじゃないですね。曇りなきマナコには変わりないのかもしれないけど、なんかちょっとやるせない表情ですね。やるせなきマナコですね。はい、今回は、今タイトル画面でジェラルドという怪物が、映っておりますが、こちらがハンター側ですね。ハンター側と逃走者側で、生き延びるみたいな、生き延びて脱出せよみたいな感じのホラーゲームになっております。やっていきましょう。いやみんな、たけしを見ると超幸運が訪れるらしい。たけしに会えない方でも高評価チャンネル登録すると、もしかしたら幸運が訪れるかもしれないぞ。こっちには隕石が訪れた。さて始まりました。夢は願望と恐怖が合う場所です。願望と恐怖が全く同じ時、私たちは夢を悪夢と呼びます。途中で切れた。はい、なんかたけしが寝てましたね今。今夜は夢、悪夢なんだ。悪夢の中でなんか、うわ怖っ。フレディ的な感じの存在なのかな、ジェラルドって。マリオいんな。マリオたけし、なんだその綺麗な瞳は。新しく入りましたね、マリオたけし君。よろしくお願いします。はい、今深夜というかもう早朝の4時半なんですけど、凄まじいですね。これは逃げる側にたけしはなりましたね。はい、ということで皆様恒例の本日はこの曇りなき眼たけしがお届けしようかなと思います。さてお届けしようかなと思うんですが、これどこ行けばいいのかな。なんか知ってる人いる、これやり慣れてる人いんのかな。マリオたけしなんかそれ風な感じあったよな。それ風を醸し出してるから、ちょっとついてこうぜ。最初行こう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 、こっちで。これ主観できないんだ。主観できない場合は、あ、ろうそくとかあるよこれ。このなんかリーゼントという名のパンに突き刺したいですね。はい。しゃがんだままお前よく落ちれんな。膝強打したろ今。たけしすごいな。はい、こんな感じでちょっと雰囲気あるホラーゲームになっております。あ、来た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 。これね、一回捕まってしまうと、みんなジェラルドになってしまうんですよ。ここで、マコ。はい、あら、あら、あ、ちょっと、はい、早速、ジェラルドたけしになってしまいました。やだな。これはなんか、頭ボッコボコじゃん。ね、これ何回転がされたんだろう。はい。ジェラルド、あ、しゃがめるんだ。痛い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 。捕まえようぜ。待ちなさい。今日は君の命日だよ。ジェラルドというこのたけしに君は抱きつかれるのだよ。さあ待ちなさい。ちょっとジェラルドがなんかすごい奇想天外な動きしそうですが、これジャンプできない。あ、ジャンプできんね。ナイス、いいじゃないか。さ、なんで、あれ終わっちゃったよ。多分今完全にジェラルドが多くなっちゃってゲームセットになったんでしょうね。もうちょっと逃げたいな。いろんなステージがあるみたいなんで、いろいろとやってみましょう。はい、ちょっと今一度プレイしてみましょうか。もうちょっとこの屋敷探索したいもんね。やってこうぜ。これはスキップでいいのかな。先ほど見ました。びっくりした。はい、ジェラルドの家なのかな。あ、ぽいね。洋服がいっぱいあるよ。あ、ここ隠れるっていう手もあるんじゃない。これいいじゃん。あれ？抜け道だ！あ、すげえ！隠し部屋になってんだ！ここ強えわ！はい。じゃあちょっと、これはどうやっていくのかな？文字が重なってんな！重ねるんじゃないよ。もうちょっと、これ何？あ、なんかあるよ。あ、手に入れた！これをどこにやんの？どうすんだ？ろうそくもあんじゃん。これ。あれ？俺トンカチにするわ。うん、眩しいし。ジェラルド引いてんじゃん。これトンカチで叩かれちゃったのかな。あー、なるほど。こうやって他に通ずる道を探して、あー、なるほど。こうやって求めてるものを渡すみたいな感じかな。これは麦わら帽子を求めてるみたいな感じ。どうなんでしょうか。これはなんかどこかで脱出用、それか、それか脱出、あ、やっぱそうだ、脱出用に、トンカチとかで行けないところを行けるようにするのかなと思ったんだけど、そうではなさそうですね。どうやら、障害物リレーみたいな感じかな。うん。はい。お、あげたあげたあげた。来た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 。ああ、来てる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 。別なジェラルド来てるで。どうしようかしら。
ここにしゃがんで、よし、OK。ここはさすがに来れないでしょ、ジェラルド。うわ、ひどい音がした。ちょっと。あ、びっくりした。マリオたけしにびっくりするとは思わなかった。これ、いる？足音一応聞こえんだよな。あ、ここには水の入ったバケツを持ってこいと。なるほどね。いろんなとこちょっと回る必要がありそうだ。このトンカチはどこで使うんだろう。うわ、広そうだな。どうなんだろう。また新たにジェラルドが誕生しちゃったよ、多分。はしごもある。うわー、ちょっと どうしよう。これ、はしごの方がなんか便利そうだな。俺、はしごにしとこう。これがちょっと、これがさ、ちょっと別のルートに通ずるアイテムな気がするんだけども、どうなんでしょうか。これどうすればいいの？なんか眠っちゃってるマークがあるよ。ん？あ、いる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 、苦戦してんじゃん。ちょっと今危険ですね。あー、鍵もあると。おお、来たぞ来たぞ、逃げろ逃げろ。まずいまずい、足場が悪いですねここ。どこに行けるんだ。さあ、これはどこで使うのかしら。あー、戻ってきちゃったね。ちょっと手探りで探すしかないな。こっち側行ったもんね。水入りバケツの部屋、どこに持ってけばいいんだ。たけしすごい持ち方してんのお前。何、貫通してるぞお前。大丈夫か。ぐさぐさ刺さってら。はい、スーツケースとかもありますね。なかなかそんな片手でね、はしごグワグワ持てる方ってそうそういませんよ。どこに使うんだこれ。あ、ここにもなんか書いてある。あ、スーツケース、いや違うな、これはどうやらね、これプレイヤー側結構むずいらしいです。はい、逃走者側がね、なかなか過酷らしいんで、ちょっと頑張っていきたい気持ちはあるんですが、なかなか見つかんないね。はっ、ああ、なっちゃった。捕まっ、たけし、たけし大丈夫か。え、何それ。え、どういうことどういうことどういうこと。これ押せばいいの。これこうやって押して、たけし、なんで走ってんの。たけし、それ何。あー、生き返った。全然時間かかんないで生き返りましたね。よかった。危な、はしごどっかやっちゃったよ。誰かが持ってってくれたことを祈って。あー、ちょっと待って、向こうでめっちゃ荒ぶってるわ。これやっぱハンター側が楽なんだね。他になんかアイテムはないか。ちょっとコインも取りつつ、ちょっとトンカチ、あー、ここに戻っちゃうんだ。ちょっと待てよ、これアイテム量異常じゃない。見つかってないものの方が多いもん。追われてる追われてる、まずいぞ。あ、ここ閉じ込められてるわ。あそこね、もう入れないんですよ。はっ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 、やめて。書いた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 、たよし、オッケー。あぶね、え、入ったろ。そして終わっちゃったよ。ちょっと気を取り直して、はい、なんか5分あたりから参加させられたんだけど、これ大丈夫かな。なんか他のね、海外サーバーのところに吹き飛んだんですけど、どうだ、海外の人はどう行動してるのか、まず先人の知恵を見てみましょう。動いてますね。あ、住んでる方いる。すごい、ここ行けるんだ。やるじゃないか、金塊だ。札束たけし来た。札束の前で本日の挙手見せんじゃないよ。先生はいっつって、何やってんのこの子は。はい、あ、いますね、あっちに。ちょっと隠れて。すごい、新たな場所が見れましたね。別のステージも次やってみましょうか。よし、行くぞ。ジェラルドもね、なんか強そうな気がする。やっぱこれプレイヤー側不利ですね。ちょっとジェラルドになってね、暴れ回りたいところですが、また後でたけしのジェラルドをね、見せてあげようかなと思います。なんかちょっとたけしのジェラルドってさ、なんか完全に下ネタみたいになっちゃうけどね。はい、ちょっとたけしのジェラルドを見せていきましょう。あれ、こっちはいけないんだ。ところは降りて、膝強打したよね、また。大丈夫か、たけしの膝が心配。
よし、じゃあちょっと、あれあれ、ろうそくあっていけないね、これ。これなんかアイテムで取るとかじゃないよな。うん。違いますね。お、なんだ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 。鼻から牛乳のやつじゃん。あれこっち側行って、ちょっと待って。どっかさ、これ、なんか解除されてるものを見たいんだな、もっと。これはこうするのか、みたいな。あ、やっぱ難しいんだね。ここ解除されてないもん。これさ、なんかさっきのハンマーってことったら、このハンマーはここに置いて、みたいなの、ある程度分かってからプレイしないときついかもしんないね。一応取っとこう。いやいやいや。まあでも、これはジェラルドと戯れるっていうのが一番の、あのメインなんでね。はい。その点を楽しんでいきましょうか。これいける？これいけないよね、さすがに。斧でいけるんでしょ？あ、でも向こう側誰かいない？あ、違うか。なんか光ってるんだ。なるほど。はしごはここにやるんだね。ジェラルド来たな。ちょっと待てよ。はい。はしごはそこにやるっていうのは分かったんだけど、もう来てる来てる来てる。逃げて逃げて。ほらおいで。危ないぞ。ほらおいで。ついておいで。これ視聴者さんかな？どうなんだろう。これ確かマックス8人なんですけど、さっきマックスだった気がするけどね。たまたま視聴者さんがいたのかな。どうなんでしょう。ちょっと先ほどからね、ついてきてくださるんですよ、あの子。よし、こっち行って、トンカチ、これマジで、ここかな？行けないとこを砕くみたいな。違うか。危ない危ない完全に今、ああそういうことか。あそこの通気口は時間制限なんだ。何秒間使えないよっていう時間があるんだね。なるほど。これで開くんじゃない？あ、やっぱりそういうことか。なるほどね。ただゲームセットがもう近づいてきてるんで、これはこちらの勝ちではないでしょうか。生き延びる、もしくはここで脱出するみたいな感じだと思うんで、はい。生き延びた場合はここでジェラルドと共同生活ですねやだな、あの梅干し紳士とシェアハウス、つらいわ。さて、お次のステージはヨーロピアン、なんかベネツィアみたいな感じですね。いい雰囲気じゃないか。ディズニーシーに来て、うん、たけし何言ってんだお前は荒ぶってんぞ翻訳が。はです。おお、カフェ何それ。おお、カフェってなんだよ事故で今の翻訳。うわ、さっきのジェラルドのさ、顔面がここに貼り付けられてますよ。何これ、怖。燃やしたいですね。さて、愉快な曲が流れておりますが、この後どうするんでしょうね。本日のはーいっつって、お、早速はしご持ったぞ。どこにやるんだ。ちょっとこの方についていきながら僕もアイテム見つけましょうか。うん、いいね、このヨーロッパテイストのステージ、僕結構好きですよ。はい。あ、これは何、なんかエッフェル塔的な。はい、いっぱいコインがありますね。これ取っちゃおうか。お、トラバサミがあるぞ、気をつけろ。はい、これは、あー、なるほど、どこかで回収してこのパンとかを置けって感じかな。なんか缶蹴りみたいな。なるほどね。お、今回はここにはしごやるんだね。はしごどこかにねえかな。そう、今の、なんかこう指定されたやつもさっきの屋敷ではなかなか見つけられなかったからね。今回はここがバケツ。そう、バケツどこにあるんだろうね。あ、おーおーおー、なんだここは。すごいことになってたぞ、今。渋滞が発生した。いや、ちょっと待って。あの、ジェラルドがいる先になんかアイテムある気がするわ。あいつ、スタンバってんじゃねえか。どうなんだ？ちょっとこれ、あ、起こせる？大丈夫か？お、起きた。よかったよかった。あー、ないな、こっちは。なんもなかった。ちょっと僕一人で旅立とう。意外とこっち、あー、これは見えない壁があるんだ。あ、はしごある！はしご！こっち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 ！こっち来て！はしごは、そこ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 。はしごこれかけたら、あ、バケツある！ナイス！素晴らしい！いい、俺行って。
ありがとう。ちょっとじゃあ登らせてもらうよ。よし、オッケー。ちょっとこれパン持ってんな、ジェラルド。お前髪生やしたぞ、しかも。なんだあいつ。これでここに置く。どうだどうだ。皆さん、聞いてください。バケツ持ってきたはいいんですが、バケツ消えました。なのに要求されてます。大丈夫か、大丈夫かこれ。助けられる。人の背中に乗ってはーいすんじゃないお前。ここに来たらね、バケツが消えちゃったんですよ。なんで行けたかなと思ったのに。え、これじゃあ絶対クリアできないんじゃないこのゲーム。難易度これアルティメットハードモードじゃん。なんだこのふざけたフランスパン持った野郎は。はい、あ、ちくしょう。フェイントかけようかなと思ったんだけど自然に降りやがった。こっち側、あ、これいけんのかな。あ、いけね。あ、まずい。これで時間をやり過ごそう。あ、バレてる。助けて。助けてちょ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 、足プル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 すんじゃないお前。どこに向かって歩こうとしてんの。ねえ、前に向かって歩き出そうじゃないよ。ねえ、じゃあたけしの場合は斜め上、右肩上がりとかに向かって歩き出そうみたいな感じになってる。あ、鍵持ってんじゃんこの子。すごい。この方はあれですかね、前にプレイしたことがあるんですかね。どうなんだろう。はい、よし、鍵を持って。あそこの屋敷の中には何があるんでしょうか。さあ見ていきましょう。たけし、すごい神々しいな。お、開けてくれた。すげえ、何があるんだ。はい、あ、バケツ、ここに、ここに出てきたぞ。はい、わかりました。じゃあこれ僕持ちます。これ持ったはいいんだけど、あ、ここに番号がある。なるほど、これエレベーターになってるのかな。あ、どっか行くわけではないんだ。はい、あ、わかりました。日本のプレイヤーさんですね。あ、サトシ、サトシいたぞ。ちょっとこの子に導いてもらいましょう。ありがとう、優しいねこの子。助かるぜ。やっぱ誰かこう経験者がいるとありがたいですね。おお、なるほど。お、入った入った。さっきこういうのなかったからね。え、ちょっと待ってお前、あいつ鍵を持ってきやがって。またなった。死んじゃった。ちょっと鍵横取りしてった。バケツと交換ねえじゃねえよ。何わらしべ長者してくれてんだ急に。見るか、じゃあこの勝敗を。この子、たけしだ。ダミーたけしじゃねえか。やるなあ。はい、ちょっと他の子も、あ、この子すごいんじゃない。ちょっとこの方たちはどこ行くか見守ろうよ。うん、なんで今バケツと交換したの、あの鍵を。すごいな。あ、バケツ使ってくれる。さっきの俺の祝念の恨みを晴らしてください。はい、これできないでしょ、できないでしょ。これでね、なくなったんですよバケツが。うん。はい、やろうとしたでしょ今。ちょっとこれどうすんだろうね。まあいいや、ちょっと他の子も見てみるか。あ、鍵取った。はい、黙々と走ってますね。どうするんだ。あ、なるほど、そういうことか。川で水を汲むのね。俺逆だと思ってた。あそこの流れてる水で水を汲むのかと思ってた。そういうことか。あー、ほら滝になってんじゃん。俺あそこで汲もうとしてたんですよ。うわー、なるほどな。この子すごいな。やるな。うーわー、たけしがよくやるやつだ。鍵手に、あー、ジェラルド来ちゃったんだ。逃げて逃げて。すごいトリッキーな動きしてんじゃん、ジェラルド。トリッキー、ジェラルドがいる。大丈夫？はい。完全にナメプしてんな。なんだ、あの動きは。ひょっとしたら回線が重いのかもしれないね、あのジェラルドサイドは。分かりませんが。お、鍵手に入れて。さっき青い鍵もあったよね。青い鍵とかどこやったんだろう。はい、お、サトシ何持ってんだ。何これ、米俵なんか持ってますね。はい、フラワー。あー、なんか花壇とかに持ってくのかな。どうなんでしょう。あ、あそこっぽいな。
なるほど、あそこの鉢の中に入れるんだ多分これ。どうした？ちょっとサトシ瞑想してたんで他を見ていこうかなと思ったんだけど、何してんの君。すごい高みの見物しちゃってんじゃん。ひょっとして今の待機で何かアイテム手に入ったのかな。どうなんだろう、ちょっとよくわかんねえな。すいませんね、これ分かってる方はもどかしいでしょうね。はい、すいません、もう初見なんでね完全の。この壺は、てかこれ本当にアイテム多いね。フランスパンとかやんでしょ、なんかフランスパン小麦から練ってこうなんかパンにしてから ここに持ってくるみたいな、そういう工程ありそうだよねこのゲームだったら。あ、すげえすげえ、うわーうまいな。はい、あれフラワーどうしたの。サトシ、あそこだ、フラワーパンにした、やっぱり。やっぱりそういうことだったんだ。終わったじゃん。なんでよ、もうちょっと時間あげてよ。はい、ちょっとたけしを降臨させないとダメということで、じゃあやっていきましょうか。いやーすごいねこれ、なんかプレイヤーというか逃走者側は難易度が高いですね。はい、ルール知ってても場所知ってても一人じゃ絶対無理なゲームですね。はい、では次、お次は不気味な不気味な遊園地でのジェラルドとのお遊び。さて、うん、だから翻訳こうやって。さて、今宵はどんな悪夢が待っているんでしょうか。さて、私たけしがジェラルドに変身いたしました。さあ、皆さんをジェラルドの餌食にしてあげましょう。行くか。ちょっと裏話をしますとですね、なかなかたけしジェラルドになんなくてですね、だいぶ苦戦しました。はい。あ、いた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 。待ちたまえ！君はもうバレてますよ。ほれほれ。向こうから行くのか。おお、なんか取ったぞ。よいしょ、はい、どんまい。今斧持ったね。斧はどこで使うんだろうこれ。はい、新たなステージですがやってまいりましょう。こっち側から行くか。さっきね、あの人影が見えたんですけども、うん、えっ、よし、オッケー。なんだそれ、チョップしたの今。これ一応一発で死ぬモードになってます。ハードモードで。さっきの恩返しだ。あの子はね、なかなかやり手なんで、ちょっと見逃しました一回。よし、何してんだお前は。いいのかそれ。座んなお前。何してんだ。どういうことなんか。おむつ履いてるみたいになってんじゃんジェラルド。大丈夫か。余裕だな、ナメプしてんじゃん。はい、じゃこの子食べちゃいましょう。よし、オッケー。ちょ、罠も仕掛けたいですね。この辺に1個やっとくか。よし、オッケー。罠動かないの、なんで、どういうこと。全然動かなかったね今。はい、向こう側に行っちゃいました。お、あの子は何をしたいのかな。ここパスコード打つのか。ほらほら、逃げていいよ。ほらほら、たけしの餌になりたくなかったら早く逃げなさい。ここは何、え、おお、すげえ、イットとかでもあったよねこういう場所。なんで仕掛けた。時々たけしジェラルドはトラバサミを奮発するんですかね。おい、いた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 、今回は捕まえちゃうよ。さあ、お、引っかかった引っかかった。よし、オッケー。これやっぱジェラルドサイド強えって、このゲーム。逃げる側結構不利だよね。はい、結構ね、このゲーム賛否両論で半々ぐらいなんですよね。こういうことかな。どこ行った残りの子たちは。痛い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 、全員倒したい。よしよし、おお、閉めてる閉めてる。よし、オッケー。斧ここで使うんだ、なるほどね。よし、結構倒してるぞ。今何人倒したんだろう、ちょっと覚えてないですが、多分5名ぐらいは倒してると思うんで、あと2、3人じゃないか。
いるかな、1人2人3人だと思うんですけども、残りわずか。さあどう逃げる。トウモロコシがありますよ、ここに。いた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 、ここにいたか。よし、オッケー。さあどうだ、まだいるのか。あ、ってことはこれはジェラルド・タケシの勝ちなんじゃないか。きった、素晴らしい、素晴らしいけど、これやっぱ逃げる側が一番大変だよ、ジェラルド。とんでもなかったな。はい、ということで本日こちらのジェラルドというちょっとぶっ飛んだホラーゲーム実況プレイしました。圧倒的にジェラルドが強いゲームでしたね。不利でしょこれ、逃げる側。おお、カフェってなんだよ、どういうことだよ。はい、ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。私ですね、こういうジェラルドもそうですが、いろんなロブロックスのぶっ飛んだステージ、ホラーステージ、おバカなステージやっているんで、ぜひ、見てみてください。チャンネル登録してベルマークをオンにすれば新たな動画がいち早く見れます。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。またジェラルドはーいすんじゃないよ。天に向かってはーいやってますね。はい、最後ジェラルドに角で、威嚇していこう。よし。引っ叩かれましたね。はい、素晴らしい。ということでここまでご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。